こんにちは、太陽チャンネルです。はい、ということで今日はダイソーでちょっと可愛いものをいろいろ買ってきましたのでご紹介したいと思います。可愛いもの、便利なもの、いろいろありますね。はい、ということで何を買ってきたかと言いますと、まずこれです。これね、可愛い紙のボックスなんですけど、何を入れるかというと、はい、これね、ごちゃごちゃおもちゃがどんどん溜まっていくわけなんですね。で、こういうのがもうその辺にパイ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 ってされちゃうので、もうこういうごちゃごちゃを一気に入れとこうと思いまして買いました。はい、で、この色違いね、ピンクと、グリーン2色買いをしました。かわいいです。はい、こういう箱だったら無造作にこうやってポイポイって置いといても可愛いので、はい、これにごちゃごちゃしたおもちゃとかを入れて、整頓していきたいと思います。はい、こんな箱と、はい、で次にポーチ。はい、お母さんね、ポーチが好きなんですよ。無駄に何も入れるものないのにポーチね、可愛いの見つけたら買っちゃうんですけど、最近の100均ダイソーはね、すっごい可愛いポーチが出てて、で、このボヘミアンポーチですね、フラットポーチ、ボヘミアンっていうやつ、はい、これを見つけたので買ってみました。まだ何入れるかは決めてません。はい、ポーチと、あとこれ、これはね、液晶画面クリーナーです。テレビもパソコンもゲーム機もいける、携帯電話もいけるっていうやつですね。テレビは書いてないか。あ、でもテレビもいけるのかな。パソコンの画面ってね、何で拭いたらいいか迷うんですよ。で、これはパソコンのディスプレイクリーナーシートって書いてあるんで、もう速攻でカゴに入れました。ためらわずに拭きたい時ありますよね。はい、携帯画面とかも汚いので、これぐちゃぐちゃく綺麗にしたいと思います。はい、じゃーん、これかわいいよね。これね、コンタクトレンズケースです。よいしょ。おー、これね、洗浄液の入れ物とこのレンズケースが一緒になってて、鏡もセットで、私ね、いつもあの洗浄コンタクト洗浄液をボトルのまま、でっかいボトルのままスーツケースに入れて持っていくんで、それもあれですよね、あのスーツケースが重たくなる原因になってる。これでちょっとあの荷物を軽量化したいと思います。はい、デザインもすごい可愛いですよね、シンプルで。はい、コンタクトレンズケースです。次、これバナナクリップフェイクファー、これ冬っぽいデザインで、ちょっとね、バナナクリップを使ってみたかったので買ってみました。はい、あの髪の毛の量がなんか微妙に多いんで、止まるかどうかわかんないんですけど、これでやってみたいと思います。かわいいです。はい、で、ヘアアクセサリーつながりで、ヘアゴム、これはランちゃん用ですね。人魚姫と、ポンポンボールがついて、かわいいですね。はい、ではこれはあれですね、はい、パシャラン用にステッカーを買いました。びっくりした、動画が始まった時ですカーズと、アナと雪の女王のステッカー、これは遊ぶ用ですね。ペタペタシールで遊びます。はい、これおやつ、はい、みんな大好きクッキーラムネ。あ、でこれこれは太陽が最近よく怪我して帰ってくるので傷ですね、傷にくっつきにくいワンタッチパッド。あの結構ね、テープとか貼ってると、あの傷口に貼り付いちゃって、剥がすときに痛い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 って、でまた泣く羽目になるので、なんかガーゼとパッドが一緒か、ガーゼとそのシールの部分が一緒になってるやつかな、貼ってみました。はい、男の子はね、怪我して帰ってくるので大変です。あ、これはお母さん用のシール、はい、手帳に貼ります。これね、クリアで可愛い、クリアステッカー、ハピネスステッカーだって、可愛いですよね。あ、で、これもお母さんの趣味、レジン用の
これ電球の形のモールドですね。シリコンモールドになってます。はい。お、そんであとこれだ。これね、ちょっと新しい種類が出てて、ダイソーのアニパン、アニパン、アニパンズ、アニパンのこれが、ノンアルコールウェットティッシュ。ウェットティッシュね、あの子供がいるとめっちゃ使います。ウェットティッシュ、これアニパンのウェットティッシュとはい、でこれじゃん、アニパンのヘアブラシ、かわいいよねこれ。クッションヘアブラシかっこジョージパンって書いてある。これがジョージっていう名前なのかな。かわいいですよね。おお、見て、かわいい。ランちゃんね、髪の毛するの嫌がるんですよ、すごい。で、まあ、こういうかわいいブラシでしようって言ったらしてくれるかなと思って買いました。ヘアブラシかわいい。これも、これも100円、100円ですね。かわいい。はい、で、これだ。これもアニパン、アニパンの5カラーズペン。これはあれだ、ダイソーとガールズトレンド研究所のコラボ商品っていうのかな。かわいいですね。これ私の手帳にも使えるし、あのお絵かきグッズを持ち歩いてるんで、子供用に、子供に使わせてもいいかもしれない。かわいいセットになってます。はい、はい、で最後に、あ、これもそうだ、これもペンなんだ。見てください、これマニキュア型カラーペン。ファーニパンズとそのアニマルの絵が描いてあって、形がね、マニキュアっぽいんだけど、ペンらしい。こんなんだ。お、こういう感じね。あ、かわいいじゃん。へぇ、あ、これが子供用がいいかも。喜びそうですよね。はい、かわいいです。はい。で、他にもね、アニパンのなんか紙のお皿とか、エコバッグとか、いろいろ売ってました。で、気になった方はぜひダイソーに行ってみてください。なんでいろいろ買ってみたんですけど、ダイソーは本当に便利で可愛いグッズがいっぱいですので、また来たいと思います。ということで、太陽チャンネルでした。バイバーイ。